こんにちは、シプール .jp ビューティーエディターの横溝です。今日はシプールのエディターとスタッフの皆さんのポーチの中身を紹介したいと思います。どうぞ。こんにちは、スタイリストの高柴恵美です。今日は私のポーチの中身を紹介したいと思います。これは、シプールのフロッグの MM6 のものです。まずこれはキャンメイクのマスカラです。オフするんっていうぐらいするって、お風呂ですぐ取れます。あのマスカラすぐ取れたいし、これは本当に私すごい盛んまつげなんで、パリッパリに一日中キープしてくれて、すごいお気に入りです。これはセザンヌのヘアケアマスカラ。ブラシがすっごい大きくって、あとアディクションのザグロースティックフェイスカラー、あとはチークボームエサンシェルロゼフェイスカラー、これもトン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 、発光系ですね。そうですね、発光系で、で、もうこれは私には絶対なくてはならない、エルメスのパーマプラスプードルオールフェーブルフェイスカラー。お粉ですね。すごく肌が綺麗になったねって言われるようになったのはこれのおかげです。で、これはシャネルのミラーです。このポーチはスプールさんの付録でずっと使ってます。これはちょっとリップ系入れてます。高めリップです。これはマスクの下の保湿はこれを塗ってます。あとルージュアルールベルベット59番、これはルチアさんのファーストコレクションで私も撮影させていただいたんですけど、ベージュしかリップ塗ってなかったんですけど、もうこの赤に出会ってからはもう本当に赤を超えるものは未だに出てきてないんですけど、塗ってなくても常にポーチの中身を入れてます。あと最近お気に入りなのがこのウズのもうちょっとブラウン系で、あとはキスのアパートですあとはフレグランス、フレグランスです。ウカパフューム715です。コーディネートで体数が多い時とか疲れた時につけます。そしてまた違うポーチが、そうです、これは私の絶対離せないポーチです。まずコアフィットのフェイスポインターです。これは寝る前とかベッドの中で頭こうやったりとか、結構防止的な、そうですね、どこでもどこでも押してます。とシスレさんのアイマッサージだと思うんですけど、私はこれをもういろんなおでこに、ここが一番ちょっと気持ちいいんですよね。で、これはもみもみすっきりちゃんすごい、何それ、もみもみすっきり、もう指ですね、これすっごい痛いですよ、すっごい痛いですよ。あとはシャネルのカズです。これはここ首にすっごいここにフィットするんで、で、これはメノーラブという、パワーストーンのカッサです。で、これもメノーラブ、これはコンパクトなので持ち運びには便利です。これは母が作ったポーチです。で、すごいなんか工具みたいの出てきましたね。カニカニハサミちゃんです。これはまた頭が痛くなったらここのツボをグッて、もう本当に気持ちいいんです。そして替えのマスクです。あとはメガネケースです。シャネル様、はい、ナーズのブラシと資生堂のブラシとシャネルのビューラーです。ジップロックに入れて持ち歩いてます。以上、私のポーチの中身でした。シプールエディターの道下京香です。私のポーチの中身を紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。それはどこのポーチですか？セレッティのポーチで、モマストアで買いました。これがムーのメイクフィクサーなんですけど、ミストみたいなのがすごい好きで、キープっていう役割もあるし、割と結構肌の治安を正してくれるので、夏とかでメイク崩れたりよれたりした時にシューって一吹きしています。で、あとはファンデーションがこのナーズのピュアラディアントプロテクション
アクアグローっていうファンデーションなんですけど、これもいつも持ち歩いてちょっと気になった時とかに直すようにしてます。これは粉なんですけど、ドルチェ&ガッバーナの粉で、これはもう見た目が可愛すぎて思わずパケ買いしてしまって、普段あんまパケ買いとかしないんですけど、これはポーチに入れておくだけでテンションが上がるので、気に入ってます。中はこんな感じです。で、このために持ち歩いてるのがオンリーミネラルのブラシで、これはすごい持ち運びに便利で、こうやってくるくるって回すとブラシが出てくるんですけど、持ち運びにめちゃめちゃ便利で重宝しています。で、次はリップをめちゃめちゃ持ち歩いているんですが、まず最初にワセリン、何にも便利なので持ち運んでます。次がシャネルのリップで、ルージュココフラッシュの126番の色なんですけど、バーガンディみたいな紫がかった色で、でもそこまで強い印象にならず顔を引き締めてくれる。次がナーズのリップスティックの2912番と、赤茶っぽい色で、ちょっとおしゃれな感じの印象にしてくれるリップです。で、次がジバンシーのルージュジバンシー333番で、これはものすごいパキッとした赤で、もう塗るだけで顔がキュッとモードな印象になるような色で、背筋が伸びる、シャンとさせてくれるリップです。トムフォードのリップカラーリバティーという色 でこれはかなりヌーディーなんですけど、甘くなりすぎない、ヌーディーなのに甘くなりすぎないところがお気に入りです。で、最後が香水なんですが、朝バタバタして拭き忘れたりすることも多いので、ポーチの中に入れるようにしていて、これはクロエのノマドっていう香りで、甘いんだけれど結構爽やかさもあって、可憐なんだけど芯もあるみたいな。あともう一つ、香水も気分に合わせて使い分ける派なので、いろいろ持ち歩いてるんですけど、これがモンタルのジャスミンフルっていう香りで、もう本当にジャスミンっていう感じの香りで、結構お茶っぽさもあって、花そのものの香りがして、仕事モードの日につけていることが多いです。以上、私のポーチの中身でございました。シュプル .jp エディターの岸真里奈です。今日は私のポーチの中身を紹介したいと思います。普段私はミニバッグなので、この本当にコンパクトなアリメッコのポーチで、まずバイレードのリンスフリーハンドウォッシュのスウェードとアルコール成分が入っているものなので、清潔に保つという意味と香りを楽しみながら普段使っています。で、次にこれが韓国のライフスタイルビューティーブランドのノンフィクションのフレグランスになるんですけど、私が使っているのがガイアックフラワーです。普段家を出るときに香水を忘れたりみたいなことがちょこちょこあるので、ミニバッグにも嬉しいサイズ感っていうのと、パッケージもとっても好きなデザインなので使わせていただいています。シャネルのルコレクトゥールドゥシャネルの、コンシーラーですね。普段本当色素沈着とか気になる部分、クマのところとかを軽く直したり使ったりみたいな形で持ち歩いています。次にこれもシャネルになるんですけど、ルージュココフラッシュの144で、肌なじみもとってもよくって、すごいプルンと艶やかな唇を演出してくれるので、塗り直しとかにもとっても楽ちんで、いつも持ち歩いている色味です。リップがもう一個いまして、これがヒンスになるんですけど、これももう何個目かなぐらいずっと使っていて、本当に何度も何度もリピートしているものなんですけど、少しマットな質感なので、なんかどっちかをこう分け分けして使っているようなイメージなんですけど、持ち歩いている時に、で、なんか今日はお直しする瞬間がやってくるかなみたいな時はこっちのポーチを持ち歩いて、ポーチは、ビンバイローラのものを使っています。マニョ のファンデーションフリーサンクリームを使ってます。 SPF もすごい高くって、本当に夏中はずっとお世話になってたんですけど、カバー力もあって割と肌も艶やかに見せてくれるので、セミマットな質感ではあるんですけど、硬くなりすぎずに割と艶やかに使えるノーファンデーションクリーム、これがイプサーのデイエッセンススティック
ザ・タイムアールのやつなんですけど、これももう何本目かなぐらいずっと何年も使ってます。あと美容液、日中美容液っていうやつですね。とこれが、潤いケアの第2弾で、ネイチャーリパブリックのいわゆる、アンプルバームと呼ばれるものなんですけど、本当にアンプルに近いとろみのあるテクスチャーを固めましたっていうイメージのものになっていて、これも日中乾燥してるなっていう時に、イプサをまず使ってからツヤ出しとしても使えるこちらのアンプルバームを使っています。一応 金箔が少し入ってるんです。これがエルメスのパーマブラスプードルオルフェーブルフェイスパウダーです。これももうずっと使わせていただいてます。なんか今日は色が、チークで色が欲しいなみたいな時は MIMC のミネラルスティックチークを使っています。少しラメがピリピリで入っていて、肌にのせるとそんなにこうピンクの甘さが引き立つってよりかは割と血色よく見せてくれるので、気分に合わせて使っているような形です。アイシャドウを今、エトボスのミネラルクラッシーシャドウグリッターモーブの、限定色のものを使ってます。このくすみ感が絶妙で、朝つけて一日中持ってくれるのでとっても使いやすいです。これもちょっとエトボスになるんですけど、ミネラルスムースリキッドアイライナーのピンクグレージュです。ピンクと本当にグレーが混ざり合った色味で、絶妙にシャレ感を出してくれるこのカラーになってます。アイブロウなんですけど、ロム&のパンオールフラットアイブロウをここ何年か使っています。割と失敗がなく、眉毛を作りやすいアイブロウかなと思っています。あとはサプリメントケースなんですけど、普段漢方とか頭痛薬とか、と夏の時期は日焼け止めとかを入れて使ってます。でコンパクトなんですけど、割と容量もあって、と3個にこう分かれて使えるのでとても使いやすいです。以上が私のポーチの中身でした。ありがとうございました。皆さんはじめまして、美容エディターとライターをしております森山和子と申します。よろしくお願いします。普段使い分けているポーチっていうのが2つあってですね、まずこっちはもうこの中にあるもので全て顔が完全に作れる。でもう1つのこちらはお家で顔が完全に出来上がった時に持ち歩くポーチになります。このポーチはですね、ちょっと懐かしいエスプリ、私がだいたいそうですね、中学生とか高校生の時に流行ってたブランドなんですけど、メルカリで見つけてすごく落としましたすごい。でこっちは、ポーランドジオのドラえもんとのコラボの限定の時のポーチですね。じゃあまず最初にこの、1個で顔全顔作れるポーチの方から紹介します。でまず、下地ですね。これはラロシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップのパールホワイトです。でこの次にですね、私がものすごい愛用している去年かな、アルビオンのフロスティングクリエイターという、これスティック状の下地なんですけど、もう使いすぎてもうほとんど中身がありません。で次クッションファンデーションは、私はもうやっぱりこの NARS のピュアラディアントプロテクションアクアグロークッションファンデーションですね。すごい素肌っぽく仕上がるのに乾燥もせず、でもきちんと色ムラを隠してくれる。で肌が老けない、まあ、私はクマとか結構目立つので、この、コンシーラーなんですけども、これはアメリカのブランドのグロシアというもので、ストレッチコンシーラーの G10 番になります。これがフォルミュールアクネオ薬用スキンケアパウダーが、次に私は眉毛に行きます。おなじみのケイトのデザイニングアイブロウ 3D というもう大人気のやつなんですけど、これが実はそのフィットっていう、より高発色、色がもう少しこうきちんとつくタイプのものがオンライン限定で発売になったんですね。で自然にも仕上がるんだけど、欲しい濃さというか顔がはっきりする感じなので、これを本当に愛用して、もう結構そこが見えてるぐらい愛用してます。でですね、ちょっとこれはですね、ケサランパサランマルチマスカラ X22 という色です。今年2022年のホリデークリスマスコフレですねのキットの中に入ってる、まあ、新しいものなんですけど、これがマルチマスカラで、まあ、まつげにも使えるし眉マスカラとしても使えるっていう製品なんですね。このディアダリアっていう韓国の
ブランドのビューラーがここの多分まぶたに当たる部分っていうのがすごく薄いんです。奥までスッと入って本当に根元から綺麗に上げることができるビューラーなのでおすすめです。これが3のサブトーンディファイニングアイペンシルの03番というクレヨンタイプのアイシャドウなんですけども、スルスルとこれぐらいの感じで描けるんですけど、もうぼかすと本当にアイシャドウのように馴染んでくれるんです。それ以外にちょっとなんか私オレンジ系のアイシャドウとかキラキラが欲しいなっていう時はこのアディクションのザ・アイシャドウパール 018P っていうパールのカラーのアイシャドウをまぶたとか下まぶたとかにささっと指で足したりとかします。このセルボークのバティックアイパレット03っていう、これは秋の新色のパレットなんですけども、ネオテラコッタっていうですね。でこれはアルムケンの新しく出るインフィニットシングルアイズの09番というもので、くすんだりもしなくて輝度の高いラメ感がすごいお気に入りなので、これを黒目の下だけにささっと指でぼかします。で次が私はなくてはならないアイライナーです。この心意気っていうブランドのアイデザインライナー02番のセピアブロンズっていうのがちょっと茶色なんですけどメタリックなんですよね。ピーって普通に聞いても角度によってこうパールで消えたり薄くなったり濃くなったりするので、なんかこうすっごいアイライナーがっつり引いてる人みたいになりにくい。でまたちょっとカラーマスカラとかにもハマった時期結構あったんですけど、今年もなんか今再びまた黒まつげの気分でオペラのマイラッシュアドバンスト01の黒ですね。でそれが終わったらチーク、私はチークが大好きなんですけど、なんかここ2ヶ月ぐらいずっとハマってるのがこのドルガバのこのちょっとコーラルっぽいピーチピンクですね。ドルチェ&ガバーナブラッシュオブローズルミナスチークカラーの410という色になります。で最後に、ハイライトを、使うんですけど、これはフーミーの、ハイライトパウダーです。でこれはこのブラシとチップが内蔵されているので、すごくどこでもささっとこの細かいところとかにも入れられるし、このちょっと黄色いベージュっぽい色が肌にすごい馴染みやすいので、大人でもなんかこうすごいギラついた感じじゃなく自然だけどすごい立体感が出るいいハイライトなので結構使ってます。じゃあ次はこのお家で全て顔を完成させた日のポーチを紹介します。じゃあまずチークですね。スックのメルティングパウダーブラッシュ09という、これ今年の2022年の秋の新色なんですけど、これ本当に素晴らしいベージュで、ベージュチークってこれほとんど塗る意味あんのみたいなものとかもあるかもしれないんですけど、これ本当にツヤも綺麗で、かつ見た目よりもちょっと明るくちょっとオレンジ味がかった感じで発色するんですね。あとやっぱりこのブラシの質感と鏡これだけ大きいのに薄型なので本当に持ち歩きやすいので、そこもすごく携帯に便利なので好きです。で次もう一個チークを持ち歩いていて、でこれがですねフェンティービューティー、リアーナがプロデュースする、これもアメリカのブランドですけども、チークスアウトの02番になります。ペタルポッピンという色なんですけども、これはクリームタイプのチークなんですが、鏡もついているし、このクリームがですね本当にポンポンポンってつけるだけですっごい顔がパッと明るくなるんですね。でクリームタイプなんですけど、よれたりとか毛穴落ちしたりすることもないので、これはもう本当にいつもちっちゃいのでいつも入れてます。これも秋の今年の新色なんですけど、 B アイドルのブラウン系のリップで、ムッチリップ101涙ショコラという色で、これ限定のものになるんですけども、こういう感じのブラウンになります。これがセルボークエンスロールマットリップスの EX02 番という、これはちょっと限定の、この前の春かな、春夏の限定なんですが、本当にこういう黄色っぽい黄土色っぽい感じのリップで、これもマットになります。こちらはちょっと赤みのある感じでブラウン塗りたいっていう時は、このイヴ・サンローランのルージュピュールクチュールザスリムベルベットラディカル314番になります。これもシャネル、今年の秋新色ですね、ルージュアリュールの206番という色で、これはファンデーションを作る時の知見をもとになんか数年かけて作ったっていう、今回の
コレクションなんですけど、本当に私の肌の色にすごくしっくりと馴染んでくれて、かつちょっとコンサバにならないすごいモダンに仕上がる、ベージュをついにこれも見つけたと思って、もうこれは結構こう運命リップな感じがしてます。なのでこれもすごく指立てしています。このアスレティアのリップオイルエッセンスなんですが、これもあの今年の秋の新作なんですけど、これすごいよくって、なんかジェルっぽいグロスっぽいテクスチャーなんですけど、ベタつきがあんまりないくって、でも重くないから、すごいスルスルと塗れるんだけど、すごいピタッと膜感があって、潤ってくれるので、すごいおすすめです。で次、これが目薬なんですけども、これは雲霧目薬といって、笠原十兵衛薬局っていう長野県にある薬局で、の製品なんですね。でこれ1543年に、初代が誕生していて、まあ、その当時は本当に軟膏状の、ものだったらしいんですけど、今こういう形で液体なんですけど、本当にこれ、充血だったりとか、あとなんかこう目がシパシパするとか、なんかモヤモヤするなみたいな時につけると本当にすっきりして、本当にこれはおすすめです。で次こちらなんですけども、セージっていうカナダのブランドのナチュラルウェルネス、セージナチュラルウェルネスっていうカナダのブランドの、ペパーミントハロっていうアロマオイルスティックなんですけど、でこれがクーリング&スージングって書いてあるんですけど、本当にもう肩とか首とかに塗ると結構びっくりするぐらいスーッとして、でこれはロサンゼルスに行った時にサンタモニカのお店に入った時にすごいこれをが売れてて、まあ、試したのがきっかけで買ったんですけど、なんか日本でもすごい買えるようになったらいいなっていつも思ってます。でですね、私はいつもちょっとこのコンタクトを入れてて、なんか今のお気に入りはこのレビアのヘイリーっていう色があって、すごいこれレンズ自体はちょっとこういう感じで一見派手に見えるんですけど、つけるとすっごい自然でちょっと目が明るく見えるみたいな。私あの爪が弱くてですね、このデュカートの、このネイルファイルはいつも入れてます。であとはまあ普通にイブですね、あの変なタイミングで頭が痛くなったりとかする時があるので、これをあのなんとなく 3個分ぐらい、これも海外でいつも行くと、海外に行くとあのカラフルだったりとかして可愛いので、あの絆創膏を買ってくるんですけど、これはネクスケアのものになります。以上が私のポーチの中身でした。はい、というわけで今日はみんなのポーチの中身を紹介してもらいました。気になるアイテムなどありましたらコメント欄にどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。またねー。